エンタープライズジョバビーンズとは、ジョバビーンズ仕様と同様のものを、ネットワーク分散型ビジネスアプリケーションのサーバーサイドで実現した仕様のこと、セキュリティ機能などを備える。サンマイクロシステムズが JavaEE 仕様の中でビジネスロジックをモデル化及びデータの永続化のために作成した、データベースやアプリケーションサーバーなどで実装されている。EGB は、もともと、 omg のチャーバや3の rma といった分散オブジェクトに由来する技術であり rma をベースにビジネスロジックを実装するコンポーネントとして誕生した最初の実装は java の誕生から3年後の1998年頃に登場しているこうした経緯から当初策定された 1b、e、はリモートアクセスを想定した複雑な実装が必須となっており デプロイメント記述紙と呼ばれる XML の設定ファイルも欠かせないものだった。また、IGB、e、1.0では主要な要素としてセッションビーンのみが定義されており、エンティティビーンはオプションという扱いであった。2003年の J2EE 1.4で定義された IGB、e、2.0では、IGB、e、が分散オブジェクトとして使われることは稀で、あるという実情を踏まえ、 ローカルインターフェースの追加が行われている。またメッセージ駆動型ビーンが仕様に組み込まれた。しかしイジビーの仕様は依然複雑なものであり、イジビーに代わってより軽量なスプリングフレームワークやポジョといった考え方を用いる動きが活発化する。こうした流れを受け、2007年のジャバイイ語で定義されたイジビー3.0では、 d i やポジョといった考え方を取り入れる形で、仕様の全面的な見直しが行われる。EGB の各クラスは単なるポジョとなり、j 2 s e 5.0で導入されたアノテーションにより、EGB としての宣言を行う形式とされた。設定ファイルも不要となり、エンティティビーンは独立した永続化フレームワークである Java p e r s i s t e n c e API に置き換えられた。 その後も改良は続けられており、2009年の Java EE6 で定義された EGB3.1 ではシングルトンセッション B の追加やセッション B を中心とするコンポーネントのみを抽出した EGB ライトと呼ばれるサブセットの定義が行われており、2013年の Java EE7 で定義された EGB3.2 では非同期処理の EGB ライトへの導入や不要となった。 エンティキビーンが仕様から取り除かれるなどしている。イジビーは大きく以下の3つの種類のビーンズに分けられる。イジビーの簡単な例を以下に示す。ステートレス。パブリッククラスカスタマーサービス。パーシステンスコンテクスト。プライベートインタイティマナージャーインタイティマナージャー。パブリックボイドアドカスタマー。インタイティマナージャー。パーシスト。上記のコードは、O。 R マッピングを使用して顧客オブジェクトを永続化するサービスクラスである。e g b が永続コンテキストの管理を行うため実際にデータを登録するアドカスタマー、メソッドはデフォルトでトランザクション管理されたスレッドセーフなメソッドとなる。上記のコードは e g b のビジネスロジックと永続化に焦点を当てたもので e g b の特徴的な機能の数々は使用していない。 こうしたいじびのセッションビーンは以下のように他のクラスから呼び出して使用することができる。以下は Web 層からの呼び出し例である。NameDequestScope とススパブリッククラスカスタマーバッキング。いじびプライベートカスタマーサービスカスタマーサービス。パブリックストリングアドカスタマー。カスタマーサービスアドカスタマー。コンテキストアドメッセージメッセージ出力など。 リターンカスタマーオーバービュー。上記のコードは、イジビーのセッションビーンをイジビーアノテーションにより注入した、ジョバサーバーフェイセズの管理ビーンである。今度のアドカスタマーメソッドは UI コンポーネントにおけるボタン操作などを表現している。イジビーのセッションビーンとは逆に、この管理ビーンにはビジネスロジックに関するコードも永続化に関する。 コードも含まれていないが、イジビーのコードを呼び出すことでそうした処理を実現している。イジビーはプレゼンテーション層に依存せず、それらの役割は管理ビーンが担う。イジビーを管理し、動作させるための実行環境は、イジビーコンテナと呼ばれる。イジビーコンポーネントが動作するときに利用する、データベースへのコネクションやトランザクションの管理も同時に行う。イジビーコンテナの代表例として、 ジェイボースなどが挙げられる。またジョバサーバーはイジびいコンテナを含んでいる。ありがとうございます。